すっぴんでも褒められるまつげ美容液を作ります。今日はセット用の商品を使っていきます。まずアイラッシュセラムベースの中にこちらの小さい容器に入った液体をすべて加えていきます。袋の口をもう一回閉めまして、よく混ぜ込んでください。よく混ざったところで保存容器に移し替えていきます。保存容器を開けていただくとプラスチックの内蓋がありますので、一回これを取って容器に入れていきます。ご自宅にあるマグカップなどを用意していただいて、このようにして使うと移しやすいかと思います。ビニール袋の端をハサミで少しだけ切ります。ゆっくりと注ぎ入れてください。先ほどの内蓋をします。内蓋はピタッというまで押し込んでください。蓋をしてこれで完成です。1日1回のご使用で OK です。凛とした目力女性になるためにお役立てください。